はいどうも、漫画家兼イラストレーターのぼっくんです。本日もイラストメイキング実況動画の方をお送りしていきたいと思います。本日はですね、ポケットモンスターソードシールドの主人公ゆりちゃんを、またまた描かせていただきました。今回のイラストね、実はかなり、劇的な変化がありまして、で実はね、前からイラストメイキング動画作りながら、なんかもうちょっとイラストのメイキング早く、メイキングっていうかイラストもうちょっと早く描けるんじゃないかなとか、なんか無駄があるような気がしてたんですけど、いろいろ作品を作りながら模索してるうちに、今回ね、ちょっとある二つの工夫をしたらですね、劇的にイラスト制作の時間が早くなったので、ちょっとそれを解説しながら今回、メイキングの方をお送りしていきたいと思います。まずですね、今回何をしたかというと、まず一つ目がラフの書き方を変えたんですよ。で、ね、冒頭でね、もう早速終わってしまって、ね、早すぎて終わってしまって、もうペン入れに入ってるんですが、今回ね、見てもわかるようにラフをね、なんか今までは普通にペン入れするような感覚で線でラフを書いてたんですけど、今回ブラシっていうかベタ塗りペンで、シルエットを取るように塗りで、大きなブラシサイズで、塗りで描くように、ラフを描いてみました。こうすることでなんか塗りで描くから、その大体のボリューム感とか、ここに、髪の毛をこのぐらい描けばいいとか、体の構造こんな感じかなっていう超大まかな、ラフをですね、塗りで描くので、もう線で描かなくていい分、もうなんかもうバシバシバシと色を置いてきればラフが完成するので、それでめちゃくちゃ時間が、短くなりました。今回ラフはね、3分しかかかりません。実際時間3分でラフが完成したので、めちゃくちゃそれで早くなりましたね。で、それプラスですね、もう一つ工夫があって、二つ目の工夫がですね、このペン入れの工夫なんですけど、画面を拡大せずにペン入れするってことですね。なんか拡大せずにっていうか、常に全体を表示させながらペン入れするって感じです。なんか僕、普段使ってるペンタブレットが、ワコムの、シンテック 279HD っていう、めちゃくちゃでかい液タブを使ってるんですけど、それ使ってると、画面がでかい分、ついつい画面を拡大しちゃうんですね。画面がでかいから、なんか、その分可能性があるじゃないですか。だから、なんか、もう全然拡大しても、なんか、普通に描けちゃうんですよね。なので、なんかついつい癖で画面を拡大して、細部を描いちゃうっていう、ペン入れしてしまうっていう癖があったんですが、やっぱそれだとめちゃくちゃ時間かかっちゃってたんですよね、今まで。で、ペン入れが今まで1時間以上かかってて、もう場合によっては2時間ぐらいかかるときあったかな。なんですが、今回はまず画面を拡大することを制限して、で、全体を見ながらペン入れをしたんですよ。そうすることで、まず全体のバランスを意識しながらペン入れできたので、なんかバランスが崩れることも少なくなったし、あとは拡大しなくなった分、ペン入れがめちゃくちゃ早くなりましたね。なので今回この2つの工夫をしたことで、これね、イラスト完成まで実際時間1時間半ぴったりで終わりました。本当に今までのイラストメイキング見てもらえるとわかるんですが、長い時ね、3時間以上イラスト完成にかかってたんですよ、時間が。なので1時間半ってことはもう半分以上時間が短縮できたので、いや、このやり方ね、すごいおすすめです。ちょっとね、今後はこのやり方でイラストしばらく描いていこうかなって思います。そう、時間は短くなったんですけど、なんかクオリティがそんなにめちゃくちゃ下がったとかそういうわけではなく、むしろなんか個人的にはクオリティそんなに変わらず、しっかりとイラストを描くことができたかなって思ってるので、こ
このやり方ちょっと今後進めていきたいと思います。さあそんなこんなでイラストの方はこれ今顔の、ペン入れしてますね。で口ね、これ口めちゃくちゃ迷ってます。で口はね毎回ねめっちゃ迷う。でね最後まで迷うで今回これね今ペン入れの時点で口開いてますけど、やっぱりねちょっと完成した後にいや口ねちょっと笑ってる方がいいなと思って最後ねまた修正してますでも今回はその修正した過程をちゃんと動画に収めたので、ぜひぜひ安心して最後までご覧ください。ご覧いただけたら嬉しいです。さあそんなこんなで、これもうペン入れが終わって、塗りに入りましたね。で今回の、イラスト制作の時間の内訳を見てみると、全体で実際時間1時間半、そのうちラフは3分で仕上がって、ペン入れね今まで1時間以上絶対かかってたんですけど、今回ペン入れ42分で終わりました。さらに塗りはね毎回1時間かかってたんですけど、塗りも、45分塗りも短縮されたんですよ。塗りもね短縮されただなだなで塗りなんか工夫したっけかな。あでも塗りもね影をシンプルにしたかも。そんなになんだろう、ハイライトとかな、ハイライトとかもう最小限で、影も本当にシンプルに、なんだろう、大雑把に描くように意識したかな。なんか全体を意識して、なんか細部に影をつけすぎると逆に違和感が出てしまうことってあるので、なんか影が細かすぎて全体的になんか見た時にちょっと立体感に欠ける絵になりがちだったので、なんかその辺ちょっと意識してたかも。うん、なんかこのイラスト描く上で全体的に線画も、塗りも全体を見た時に、どうか完成形がどうかというのを意識して描いてた気がしますね。さあそんなこんなで今服の模様を描いてましたね。これで服の模様もね、これね今までだったらめちゃくちゃ原作を忠実に描いてたと思うんですけど、それをやめました今回。なんていうか、あのパッと見た時にだいたいこんなこと書いてあればいいなっていうのが分かればいいので、なんか文字も結構適当に書いたし、このなんか本当に上着の下の方に文字っぽいの書いてあったんですけど、まず遠目から見て分かんないから文字っぽいのが書いてあるっていう体でなんかすげえ大雑把に書きました。なんかね逆にこれ正確に書いちゃうと逆に違和感あったかもね。なんか人間の目ってやっぱり、人間の脳か、脳ってさすごい優秀じゃないですか人間の脳ってさ、その作れないじゃん、作れないから、その人間の脳ってこうパッと見でなんか勝手に保管してくれるんですよね。なので結構適当に描いてもこのイラストを見てくれた方が脳内で勝手に保管してくれるんで、その見た人の脳内の保管によってなんかね絵が完成されるっていう感じですねこれ。なので細かいとこは今回はもう徹底的に適当に描くというのを意識しました。さあそんなこんなで今、影の塗りに入りましたね。で毎回言っておりますが、影は後で色を厳選するので、こんな感じでスライダーで微調整して、色を厳選していきます。さあそして髪の毛の色塗りに入っていくぞ。色塗りって影かな。で今回もこれ、全体のね 50% ぐらい、バシッとね大きな影を入れました。でこれをやることでね、なんかねイラストの存在感が不思議と増すので、この技法はおすすめであります。なんか髪の毛に 50% ぐらい大胆に影を入れるっていう、これでなんかねすげえ存在感増すんですよね。さあそんなこんなで服の、影ですね、つけてなかったところをちょっと付け加えて、あとね今回もう一つちょっと変えたところがあって、線の太さ変えましたね。今まで細いペンで書いてたんですけど、ちょっとね細すぎたなと思って、で細いと存在感に欠けるんですよね遠くから見た時。
なので今回もその線の太さも遠くから見てちょっと存在感あった方がいいなということで、だいぶ太くしました。10ピクセルで書いてたのを25ピクセルで、書いたので、あの割と太くしましたね。さあそんなこんなんでこれもう仕上げに入ってますね。さあ目のハイライトをここで追加して、でさっきねちょっと実はやってたんですけど、今回ね線画の色トレスというのをやりました。線画の色トレスっていうのは、線がね真っ黒だとちょっとね、イラストと馴染まない時があるので、そのね線画の色をいい感じに、塗ってる色と馴染ませるっていう技法があるんですが、これね、まあ、詳しくは色トレスでググってください。そっちの方がね詳しいものが出てくると思うので、その色トレスをすると線画と、色塗りしたものがすごい馴染むのでおすすめであります。じゃあこれ最後の修正ですね。今回はちゃんと収録しました。全体的に目がちょっと大きすぎたかなっていうの感じたので、目をちょっと微調整したのと、あとは口ですね。口がなんかポカーンと開いてたんですが、やっぱ笑った方が可愛いかなということで笑った口に変えました。でラストは、色塗り全体がちょっと濃かったかなと思ったので、若干全体の色塗りの濃度をね、明るさをちょっとだけ明るくして完成ということで、本日のイラスト、ポケットモンスターソードシールドの、主人公ユリちゃんのイラストが完成となります。それでは、本日の動画ご視聴くださりありがとうございます。動画面白いと思ったら、高評価、また新作見たいなって思ったらぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではね、最後にね一つだけご紹介させていただくと、最近ねピクシブファンボックスというものを運営しております。このピクシブファンボックスでは、まず500円で僕の過去の同人誌が、読み放題になります。最近では2作品ほど全ページ無料で公開した漫画もございますので、よかったらその無料漫画だけでもぜひぜひ読んでってください。あとはね毎日ブログを更新しております。僕の日常だとか僕が勉強したこと、あとイラストのノウハウなんかを毎日ブログで発信しております。最近書いた記事だとね、2019年ぼっくんが Amazon で買ったおすすめアイテムご紹介みたいなね、なんかそういうガジェット紹介系の記事なんかも書いたので、気になる方はぜひ見てってください。あとはそのピクシブファンボックス最近好評の特典が一つありまして、イラストをリクエストできるっていう特典があるんですよ。で、YouTube にも上げた、過去の動画でですね、例えば、ファンボックスに来てたやつだと、あれかアイマスの最上静香ちゃんのイラストとか、あとシンフォギアの橘響ちゃんのイラストなんかは、あれはねファンボックス会員の方のリクエストで描いたイラストなのでね、もしボックンにこんなイラスト描いてほしいっていうリクエストがある方はぜひ、ファンボックスで、お待ちしておりますので、ぜひぜひファンボックスに、ご入会ください。お待ちしております。それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴くださりありがとうございました。漫画家兼イラストレーターのボックンでした。バイバーイ。